田中聖太は、日本の政治家。大阪府八尾市長、大阪府議会議員、八尾市議会議員を務めた。大阪府八尾市出身。八尾市立流下小学校、八尾市立流下中学校、近畿大学附属高等学校卒業。1979年、近畿大学省経学部経営学科卒業。1983年5月。 八尾市議会議員選挙に初当選。1999年5月、大阪府議会議員選挙に初当選。2007年、民主党を離党し、大阪府議会議員を辞職する。同年4月22日、八尾市長選挙に無所属で出馬。自民党推薦の現職ら4人を破って、初当選した。5月1日、市長就任。 2011年4月24日執行の八尾市長選挙に無所属で出馬。共産党推薦の新人を破り再選。2015年4月26日執行の八尾市長選挙に無所属で出馬。大阪維新の会と次世代の党推薦の大松、葛名義を破り、3期目の当選。2015年5月、大阪府市長会会長に就任。 2019年の市長選では大松に敗れ、落選した。ありがとうございます。